ガチャやろう。アズールズルズルの噛んだ。あ、そういえばさ、あのトムとジェリーの実写化ってやるんだね。僕に借りがある方も今日はご遠慮なさらず、共にパーティーを楽しみましょう。終わった。イエーイ。お祝いをしてくださった方には最大限感謝の気持ちを示す。それが礼儀というものだ。そうでしょう。断らぬ。どういうこと？二つ出たんだけど。オッケー。あなたのようなお人よし、この学園ではいいカモにされるだけでしょ。俺っていいやつだもんな。よくわかってるわ、アズール。ハッピーバースデー。さあ、どんなストーリーが見れる。いいとこ住んでるよな、本当に。うん。出てこんのってありね。出てこないのありなの、それ。なしでしょ。誕生日おめでとうございます。これはこれは、わざわざありがとうございます。聞いたかと思ったよ今。パーティーはどうですか。おかげさまで楽しんでいますよ。このにぎやかさは実家のバースデーパーティーを思い出しますね。パンティーの方はどうですか。いりませんか。ご実家のパーティーにも大勢が集まったんですか。ええ、僕の実家はリストランテを経営しています。へえ。昔は毎年僕の誕生日にはお店を閉めて、家族とお店のスタッフ全員がお祝いをしてくれました。え、そのお店のスタッフ全員ボコボコにしてたの。それですごいな、アズル。豪華な飾り付けに音楽、極め付きは店で一番大きなテーブルに所狭しと並ぶ僕の好物、たこ焼き。あれも食べなさい、これも食べなさいと。ともぐいってこと。今考えるとやりすぎだと文句の一つも言いたいところですが、うん、子供の頃は僕も無邪気に喜んでいましたね。なんでやねん。え、ご家族はどんな方ですか。それぞれ教えてください。気になる。母はリストランテの経営をしています。はじめは彼女一人で始めた小さなお店だったそうですが、わ、エロそう。僕が物心ついた時にはもう大勢のスタッフを抱えるサンゴの海で一番の有名リストランテでした。なるほど。え、じゃあちょっとエッチってこと。料理の腕はもとより、経営者としての才もあったのでしょうね。めちゃめちゃエロいじゃん。モストロラウンジにも興味津々ですよ。親子で切磋琢磨できるなんて素晴らしいでしょ。どうね、お母さん招待すんの絶対エロい。次は父についてですが、母の再婚相手なので血のつながりはありません。あ、そうなの。じゃあ俺も頑張れば義父になれるってこと。弁護士をしていて、知り合ったきっかけは母の離婚調停でした。アースラちゃんに似てるのかな。世の中何が起こるか分かりませんね。怖い。普段は優しくて誠実な人ですが、仕事に関しては抜け目がない。俺みたいだな。僕によく契約書や法の知識を教えてくれます。母とも仲がいいですし、尊敬できる父ですよ。ありがとう。あ、俺じゃない。最後に祖母のことを。僕の家族は全員魔法師ですが、彼女の魔法は特に優れています。あ、ごめん、俺は下ネタしか教えられないけど、特に優れてる。魔法を使って近所の人たちの悩み事を解決しています。え、そう、僕のように慈悲深い人なんです。詐欺師ってこと。家族みんな性格は異なるものの、それぞれ優れた才覚を持っている。本当に自慢の家族です。へえ、家族のこと好きなんだね。でもよかった、なんか仲睦まじくやっててね。え、メガネで会話してたりするのかな。こんにちは、こんにちは、アズール、久しぶりだね、アズールって。新八じゃん。モストロラウンジでこだわっていることを教えてください。
いろいろありますが、強いてあげるなら食器ですね。使わないってこと？え？料理のクオリティは味だけでなく見栄えも大事です。すごいな、直置き。どんなに美味しい料理も乗せる食器が貧相では魅力を損なってしまう。だから逆に直置きってこと。汚っ。ですからモストロラウンジで使用している食器のほとんどが高品質のブランド品です。あ、なんか先言ってよ。なんかびっくりしたわ。オムライスだよベチョーってやってるのかと思った。思い返すと開店準備をしていた頃は毎日大変でした。へー。有名レストランの情報を集め、外部スタッフに食器メーカーを回らせ、それかフライパンから直に食べさせるかのどっちかだよね。食器がないとするとサンプルを吟味しての繰り返し。まあ苦労の甲斐あって素晴らしい食器を揃えることができましたけどね。いい加減にしろ。あ、ごめんなさい、今の意味はないです。別にそんなこだわりがあったとは気づきませんでした。それで結構。価格を知ったら気軽にうちのティーカップを持てなくなりますよ。取って取ってやろうなんちゃって。食器一つの価値は分からなくても、細部へのこだわりがラウンジ全体の高級感につながっているんです。確かにデザインってさ、一つ一つのさ小物が大事って言うよね。ごめん、今俺が考えたわ。ただせっかく厳選した食器をフロイドが時々雑に扱って割ってしまうんですよね。ああ、何度も注意しているのに、まったく困ったやつだ。そういう時はどうすればいいかわかる？ワクワクさんを呼ぶんだよ。ワクワクさん、いろいろと大変そうですね。ワクワクさん。まあ適度に息抜きもしています。ああ、ならいいじゃん。息抜きというと？自室での読書です。読書が息抜きになるんだ、すごいね。リラックスするために照明を絞って図書館で借りてきた実業家の自叙伝などを読みます。へえ。あと僕の部屋はお気に入りのインテリアやコレクションで揃えているので、動物の森？それらを眺めている時も心がとても穏やかになっていい休息になりますね。絶対動物の森やってるじゃん。絶対やってる。じゃなきゃ調べないもん普通。動物の森やってない人が調べるなんてありえないからね。ねえ、そんなインテリアの本、動物の森やってる人だけが調べるんだから。趣味はありますか？コイン収集ですね。昔からの趣味なんです。コイン収集か。始めたきっかけを教えてください。でもディズニーランドにもあるよね、あのメダルみたいの。あれ集めるの楽しいよね。ごめん嘘。きっかけ、ああ思い出しました。子供の頃に沈没船の近くでコインを拾ったのが始まりです。でもああいうメダル集めてる人の気持ちはわかるよ。俺はあんま集めなかったけど。初めは何の変哲もない陸のお金だと思ったのですが、調べてみたらとある王国で100枚だけ発行された記念硬貨だと分かりました。すげえ、世界で100枚ってこと？コインの額面は100マドル、うん、ですがコレクターの間では1枚50万マドルで取引されるプレミア品。50万？50万っつったら何できる？50万っつったら何できる？え？うまい棒500ん？うまい棒500万？うまい棒っていくら？うまい棒100円じゃないよね。そういう希少なコインの存在を知って集めるようになりました。今うまい棒っていくら？今歴史や鋳造の経緯で貨幣が刻印された金額以上の価値を持つ。面白いと思いませんか？はあ、はあ、はあ、面白いですね。今はどのぐらいの枚数をお持ちですか？200枚ほどでしょうか。中でも気に入ったコインは額に入れて飾っています。なるほどね。ちなみに
コインの価値は景気の影響を受けにくいので、資産形成としてもおすすめの趣味ですよ。あ、それを立てて射的にしてるんだ。射的の的にしてんだ。すごいね、アズール。他にも趣味はありますか？そうですね、あとはボードゲームでしょうか。出た。入学したばかりの頃、部活見学をしている時にボードゲーム部にお邪魔しまして、まあ現実はボードゲームの世にはいきませんけどね。そこでイデアさんの横にいたオルトさんに商取引を疑似体験できるものをご紹介いただいたんです。へえ。これはビジネスの力を養えると思い、その場で入部を決めました。なんかホストに見えてくる。ここなんかホストに見えてきた。部活では様々なゲームをプレイしてきましたが、少なからずいざという時勝負に出るための胆力が鍛えられました。へえ、すごいね。何より頭脳で相手をねじ伏せるのはとても楽しいです。確かにね、多趣味ですね。その興味、何がビジネスにつながるか分かりませんから。確かにね、どんなことも経験しておくに越したことはないですよ。好きなことをビジネスにできるのが一番いいんじゃないの。いろいろとお話を聞かせていただきありがとうございました。お金は盗んでおきます。コイン200枚ね。 OK、 覚えた。インプットしてる。じゃあね。おー、なんの、なにこれ、なんの顔、わかんねえ。これどっち、でもジェイドっぽくね。ジェイドだよね多分。終わり。